動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。月中の収録が2023年内だけで200日を超える超過密なスケジュールの中、アツト創始者はもう一つの疑念について調べていました。そのもう一つの疑念は、神戸ルミナリエが正式に打ち切りになると思われる可能性です。大阪エリアでは COVID-19 以前のように数多くのイベントが復活を遂げ、赤田組の周辺でも触れ合い祭りや平岡集合祭が復活して行きました。そんな中で神戸ルミナリエだけは復活せずに終わる可能性が見られます。その可能性にはいくつもの理由が見られ、複雑な事情も絡んでいることも事実です。2023年に復活することがなければ正式に打ち切りになると思われても無理のないことでしょう。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。ああ、神戸ルミナリエの打ち切りの可能性について調べてたのか。確かにあれだけはやべえよな。赤田組の過去の攻略の中で一番やばいのが神戸ルミナリエなんやってな。確かに東遊園地を工事していたり、噴水広場やったところに図書館ができてたりと、復活させへんと思われてもおかしくあらへん状況やな。この収録の段階で復活が宣言されてても、とりあえずは正式に打ち切りになると思われてる理由を取り上げてみるね。なぜなら、COVID-19 の前からその可能性について、幾度と言われてきておったのだ。陰謀論でもなんでもなく、いろいろと訳があってそんな風に言われとるわけやで、赤田組からの視点で、どういう訳があって、打ち切りが囁かれてると考えられるにゃ。心当たりはいくらでもあるやろ、東遊園地周辺の工事とか。それも理由に当てはまるにゃろうか、むしろ復活に向けた準備に見えるにゃけどな。だったら、これからどういうわけがあって、打ち切りが囁かれてるのか、その理由を見ていこうじゃないか。それで根本的な問題点が見えてくるはずだろう。ここでは、復活が宣言された世界線の視点で、なんで囁かれていたのかを推測してみるぜ。大体のところだと、これらの要因が考えられるな。確かに最初の要因として、舞台の東遊園地はリニューアル工事をやってるよ。ちょうどここが神戸ルミナリエのイルミネーションが設置される所定の場所だけど、よく見ると奥の東遊園地でリニューアル工事をやってることがわかる。バリケードが見えるよ。もっとも、東遊園地のリニューアル工事そのものが神戸ルミナリエの打ち切りに直結するとは思えないけど、少なくとも2022年度に実施されへんかったのは確かやな。これで
活した世界線やったら、リニューアルした東遊園地でのルミナリエが楽しめるちゅうことやな。新生ルミナリエ、2023年度より期待がかかりよるで。株式会社神戸市と言われることがよくあるものの、最近は大阪エリアが美化されてきておるからな。さらには、震災の足かせがあまりにも急すぎたこともあり、判断がことごとく遅れるという問題点があった。最近になって、ようやく三宮周辺の再開発が始まったわけで、阪急も JR も新たなビルを建て始めておるだろう。本来なら梅田が一番でしょうけど、神戸線の代表として三宮もあるからね。それに、奈良線の階級が阪神に乗り入れる先の終点も三宮。こっちから見ても三宮の再開発は注目されるところだよ。神戸ルミナリエも三宮、元町が近いし。元町が最寄りちゅうのは、あくまで道路の規制がかかってからの話で、舞台の東遊園地そのもの派三宮の方が近いから、その三宮再開発の恩恵を東遊園地も受け取るんやろうか。そうなると、東遊園地のリニューアル工事は、むしろルミナリエのリニューアルの付箋になりそうやな。次に挙げられる要因として、花時計周辺に図書館ができてるし、それも神戸ルミナリエの復活が絶望的に思われるところいだな。あそこもイルミネーションが立ってた場所だぜ。それでも容赦なくイルミネーションが設置されたら、いろいろと突っ込みどころになりそうやな。ちゅうても、ルミナリエが復活した世界線で、花時計周辺でもイルミネーションをやるなら、その図書館をプロジェクションマッピングに活用できひんもんやろうか。後の理由もあって無理のある話だと思われるぜ。一見すると、来場者の数が右肩下がりになってるっぽいけど、実際はそうやらへんみたいやぜ。末期やと終わるのが早いって感覚やったんや。2019年の時点だと10日開催だったよ。冒頭の2節分しかないって。わけね、ロングランあと1節しか解散できひん。前権利もあるからもともと無理があるけど。神戸ルミナリエの来場者の数のマックスは2004年度で538万3000人ほど、2006年度までが14日、2007年度から14年度までが12日、2015年度から10日開催と期間が短くなっとるわ。1日あたりの来場者の数のそのものは大差がなく、右肩下がりに見えるのは開催日数が短くなってるだけやで、とりわけ開催日数が短くなってることの方が正式な打ち切りが囁かれる要因になっとるわな。2023年度以降やとおそらく1週間だけってなるやろう。それでも復活した世界線に押したことはあらへんけど、月鉄界隈での観点は要因を取り上げ切ってからとして、1週間だけについては賛否両論になるわな。まあ月鉄界隈の観点を後回しにするといったところで、次の要因として中之島とかでプロジェクションマッピングが使われてる以上、結局は月鉄界隈の観点が外せそうにあらへんっぽいわな。中之島光のルネサンスでは月鉄界隈で主力のプロジェクションマッピングが展開されてるからね。目的が違っても舞台そのものの魅力が試される厳しい世界なのがイルミネーション。神戸ルミナリエそのもののリニューアルも視野に入れた方がいい気がするけど、それを決めるのは神戸ルミナリエのデザイナーさ。プロジェクションマッピングのノウハウがあるかも問題だぜ。まあ暗く感じるようなら LED が一番だろうがな。プロジェクションマッピングは今後もエリアを拡大しそうやから、2020年代で神戸ルミナリエも大きな節目になりそうやな。やるとなったらやはり花時計周辺やろうか。てか正式に打ち切りになった時に仮想空間で再現するプランがあったわ。そしてその花時計周辺の部分をプロジェクションマッピングに置き換えるような感じやった。とりあえず神戸ルミナリエでも導入する余地そのものはあるようやな。それらの代償として次の要因、そもそもの話で震災復興のシンボルとしてちゃんと機能してるんか。そこが歪んでたら打ち切りになっても文句は言われへん話やで。神戸ルミナリエに代わる震災復興のシンボルは急には思いつかんやろう。そこら辺にある何の変哲もあらへん石像とかのオブジェクトでは何の役にも立たんわけやで。月鉄界隈ならサンタシップが有効なんだがな。神戸の街並みだとどうなるのやら。2021年度や2022年度に実施された代替企画も正式な打ち切りの後やと全然足らへんのが実情やしな。そうなるとやっぱり
本開催に誤したことがないみたいね。赤田組の周辺で触れ合い祭りが完全に復活したんだし。ルミナリエに代わる震災復興のシンボルを言うなら、シンナ型に立ってるロボットもあるんやろうけど、それ以外に震災復興のシンボルとなるもんを言うたら、モザイク周辺あたりとかあるが、少ないんがいつもやな。やっぱり復活しないと神戸の死を意味するって赤田組がよく言ってるのがよくわかるよね。代わりのシンボルがパッとしないんじゃどうしようもないからね。それでルミナリエが打ち切りになって神戸の死を意味することになったら、大阪のベッドタウン行きまっしぐらやで。そんなことになったら三宮の再開発が進んでも神戸のアイデンティティが怪しくなっちゃうところね。そもそも日本エリアの最近の再開発って街並みがどこも似たり寄ったりやないか。そりゃあ大阪のベッドタウン行きまっしぐらと思われても論理もならへんね。他に考えられることとして、最近の大阪エリアの活性化があまりにも目立ちすぎて、相対的に神戸の衰退が今以上に表面化していってるのが問題ね。京阪神の中でも神戸のアイデンティティを上げるとしてもいまいちピンとこないんだけど。なんだかなぁ、神戸の衰退そのものはずっと前からあったんだけど、最近だと大阪エリアの勢いが凄まじいことになってることで、神戸ルミナリエが復活しても止められるかが怪しいくらいだぜ。そしてなんといっても一番の要因として、肝心のデザイナーがどうなってるんかが不透明ってところやな。神戸ルミナリエは日本エリアだけで完結するもんやあらへんから、打ち切りの可能性がかなり高いと見てたんや。そこなんやな、それこそが一番のボトルネックなんやな。イタリアから資材を持ってこれるのかが怪しいのだ。判断が遅いように思えるだろうけど、万博までに復活させるつもりなんだろうか。さすがに2024年度あたりなら2019年以前の水準に戻っていそうだけど。打ち切りではなく単に2023年度が厳しいってだけなら、確かにデザイナーの動向で目処が立ってないって要因が一番まかり通りそうだし、今の段階でも一番現実的な要因だな。2024年度以降だと間違いなく復活しそうだし、その時に正式に打ち切りが発表されるようなことがあったら、それこそデザイナーがくれなくなったという状況だろう。とりわけ神戸ルミナリエの復活の一番の鍵を握ることとなるだろう。デザイナー次第で動向が変わるってことなら、世界的な動きを見た方がいいんじゃないかな。エナジーの取り合いの方がボトルネックになってるだろうな。何せ今の世界情勢を一言で言うなら、エナジーの取り合いってところだしな。一方で月鉄界隈での観点は、パルナスターの存在がでかすぎるってところか。確かに、案内が出されたら、神戸ルミナリエが舞台になっても、陳腐化もいいところだろう。ポルダーガイスト、もはやイルミネーションの枠を超えてきてるからね。当時の事情がポルダーガイストをサンタシップに取り込んだのだろう。あの時は神戸ルミナリエの打ち切りが濃厚だったんだしな。しかもよりによって日光やーやったからスランを選んでられへんかったしな。おまけに今やとマスターズミストを発動する環境やで。それらの新兵器は神戸ルミナリエが正式に打ち切りになる前提での世界戦で、新たなサンタシップの世界戦として東湖や日光を抹消させる兵器として開発されたわけじゃん。それが5月に触れ合い祭りで打ち上げ花火も復活したわけで、状況がこれまた変わっていったんやな。触れ合い祭りで打ち上げ花火が復活したんなら、ルミナリエも復活するのも時間の問題やで。間違いない話ね。復活した世界線だったら無理にパルナスターみたいなことをすることもないからね。ちなみにファンタシップの観点やと、神戸ルミナリエが復活した方が楽っちゃ楽やれ。パルナスターみたいなものが必要ないしな。作りやすさで言えば楽だぜ。しかしながら2019年度みたいな真似はよしてくれよな。アナウンスがあったらその都度こっちでも言うわけで、ピーターの収録もその分が追加されるやろうかな。その時のクリスマス会はものすごく車両やバトラーが集まりそうだぜ。しかも今年はボートが地元の住之江でグランプリだから、ボリュームがパンパンだぜ。下手したらハンナイベントが出来上がってまいそうやな。さて、最終的にどういう未来を辿っていくんだろうかな。
クリスマスのファンタシップはデリケートに計画を立てることになりそうやな。そこら辺は正式な発表をもとに企画を立てることとなるで、今年のクリスマスはパラレルワールドが大量に展開されるぜよ。最終的にたどり着く因果がなんだろうな。良い方向を期待してるぜよ。